CL インテル戦のデブライネを見たシティズンの反応がこちらです。インテル戦先発のデブライネ後半頭に交代となったが、デブライネももう限界か。怪我明けから明らかにキックの精度が落ちていてとても悲しい。デブはサクキハムやってからスプリントもほとんど難しくなってたけど、持ち味のパスまで悪くなるとは。正直、デブライネの劣化が気になる。 デブライネファンの戸田さん、デブライネの衰えがうかがえて何とも言えない気持ちになってると思う。ロドリもコンディション上がってないしデブライネの感じからも過密日程感が否めない。デブライネ嘘だろやはり夜年並みには勝てないのか。インテル硬すぎたデブライネ不調怪我なの痛い。デブライネ調子悪すぎないデブライネはもう連戦できる体じゃないよ。 デブライネが足を押さえると、ほんまに心配なるわ。怪我だけは気をつけてね。てかデブライネって33なんだ。シティからいなくなる日も近いのか。デブライネは晩年のウッチーみたいな感じだよ。怪我を押して戦ってきたけど、年齢も年齢で、完全にガタが来てしまっている。精神力だけで戦っているように見えて、こっちも辛い。 やっぱりデブライネこの年でこの稼働はきついよ。